私たちエレガントプロモーションから参りました劇団エレガントチーム福岡乙女歌劇団です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速ではございますが本日の出演メンバーを紹介いたします。あら、ハローじゃあこちらからですね。はい、白金アイドル塾兼任葵、よろしくお願いします。あーちゃん、劇団エレガント副団長井上智弘、あれ乙女、乙女今日特別出演です。ありがとう井上くん。井上智弘です。はい、そして無限県民河野光る、光ちゃん。はい、福岡乙女歌劇団1年ぶりの復帰です。増田由美、よろしくお願いします。劇団エレガント最年少ココナ一夜城祭り初出演堀青葉、よろしくお願いします。そして私劇団エレガント団長の詐欺と申します。よろしくお願いいたします。詐欺。はい、ということで早速なんかすごいいっぱい来てて、なんか寝て、もういいよ、全然前で見ていけんね、前で見ていけんね。はい、本当に早速盛り上がっていただいてありがとうございます。はい、一夜城祭りは毎年お招きいただいてて、実は福岡乙女歌劇団と剣劇ユニット無限が去年11月から一つになって劇団エレガントと名前が変わりました。その名前が変わる前、福岡乙女歌劇団としての最後の出演が実はこの一夜城祭りでした。その時ね、ちょっといろいろあって少しお休み期間いただきますと言ってからね、帰ってこれたね。帰ってきましたね。はい、帰ってきました。今年もお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここからは私たちのパフォーマンスをお楽しみいただけたらと思います。はい、それではここからは3曲続けてご覧いただきたいと思います。この3曲を使ってですね、一つの物語を皆さんに見ていただきたいと思います。それではコロちゃん、よろしくお願いします。はい、ということで一夜城祭りにお越しの皆様ありがとうございます。あ、こんばんは。私たちは物語を見せる者たち、今回はとある少女の物語をご覧に入れます。平凡なその子は一歩踏み出す勇気が持てずにいました。果たして少女は変わることができるのでしょうか。ご覧ください、約束の虹。
に一歩を踏み出すことができた少女。ほんのわずかな勇気も彼女にとっては大きな一歩でした。それからは毎日が楽しいことばかり。寝ても覚めても夢の中でも。ご覧ください、インティメイトサーカス。昔の臆病な少女ではありません。自分を信じて前を向く少女。ご覧ください、リスタート。
いかがでしたでしょうか。今回中心の女の子を演じたのは劇団エレガント最年少ココナでした。ココちゃんお疲れ様。はい、それでたくさんの方がね、すごい興味を持っていただいてありがとうございます。ただね、実はこの階段結構ね滑りやすかったり高かったりするけん危ないけんね、下から応援してもらえたら嬉しいです。何卒みんなありがとうね、下から応援しててね、ありがとう。はい、ということでですね、はい、3曲ご覧いただいて、あ、井上くんまた出てきたの、ちょっと出てきた。はい、はい、はい、私たち劇団なので、劇団エレガントのチーム福岡乙女歌劇団なので、はい、今みたいなライブちょっと趣向を凝らしたというかね、普段とはちょっと違ったライブ活動もさせていただいてるんですが、もちろんお芝居もやっております。はい、あります。1月下旬、福岡の、キャナルシティすぐ近くボンプラザホールにて舞台公演お芝居が決まりました。ありがとうございます。はい、そして今回のテーマは皆さんご存知のあれなんです。ということで葵さん、ココナさん、いいですか、教えてもらっていいですか。せーの、桃太郎。はい、今回は桃太郎をテーマにした舞台を上演させていただきます。ただね、普通の皆さんがご存知の桃太郎とはちょっとまた違った、はい、涙あり笑いあり何が起こるかわからない舞台、ぜひご来場いただけたら嬉しいです。はい、劇団エレガント公式ホームページにて随時お知らせしておりますので、ぜひぜひホームページチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてライブ活動も、ね、もう一つもうすでに決まってるのがあるので、あーちゃん教えてください。あ、はい私が兼任している白金アイドル塾の2周年記念ライブが11月4日の日曜日に、中洲にある B3 さんで行われます。はい、そのゲストとして私たち福岡乙女歌劇団が出演します。イエイ、お世話になります。はい、はい、私は2つとも頑張るので、ぜひ見に来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。さて、名残惜しいですが、次の曲が、はい、福岡乙女歌劇団最後の曲でございます。言いましたばっかり、ありがとうございます。ご来場ありがとうございます。はい、ということで最後はね、あれでしょ、井上くん盛り上げようと思って出てきてくれたんでしょ、ありがとうございます。はい、この後は花火もありますので、皆さんで思いっきり盛り上がって花火を迎えたいと思います。ではみんなセッツセッツ。はい、次にお送りするのは、福岡乙女歌劇団のライブには欠かせないあの曲を、はい、お送りしましょう。ぜひ皆さん盛り上がってください。はい、よろしくお願いいたします。それではご覧ください、太陽の向こう。
以上、福岡乙女歌劇団でした。ありがとうございます。